はいどうも皆さんごきげんようセブンと申します。それではね、モンスターハンターライズやっていきましょうということで、本日最終クエストでございます。最終クエスト、本日最終クエスト、じゃあ高難度主の名を抜くもの、なんかいただくものかな、なんだろうなちょっとよく読めないんですけど、まあ、こちらやっていきましょう。さあご飯も食べて、ね、持ち物も多分大丈夫でしょう。さあ行きます。さあ、主モンスターが、まあ、勢ぞろいではないけど、まあめちゃくちゃいると。3匹2匹同時には出ないよな、1匹ずつだよな、さすがに、さすがにそう主2匹同時とか言われたらやめてました、正直。だって無理だもん。よし、さあ1匹ずつならなんとかなるでしょう。どうしようか、鬼人の粉塵とかギリギリで飲むかさあステージはここですね。怪力の種、オッケー、行きましょう。でかっ、金冠だろこれ。よしよしよし、痛い、いやちょっと油断したら死ぬぞ。回復はまめにしていけ。演奏して、そんな攻撃してくるっけ。あ、なんか色変わった、やばいやばいやばい、でかっ、マジででかい、こんなでかかった。恐ろしいな。今回はね、ちなみに本気で挑まなければ勝てないなということで、狩猟部で挑んでおります。あぶね、あーちょちょ、おーすごいすごい、さあさすが俺のお供だぜ。大技、無敵時間で避けます。よしよしよし、やばいやばいやばい、オッケーオッケー、怖っ怖すぎじゃね、なんだ恐ろしいね。いいよ、落ち着けば当たらないよ、当たらないよ。あーちょ、よしよしよし、オッケーオッケー、強っ、ほぼ体力マックスだったぞ俺。大技を食らえばこれだけのダメージ、やばいって。外側に逃げる、よしよしよし、なんだなんだ、もう何が起きてる、もう倒れないかなもう倒れてくれないかな、落ち着け、うん当たる、それやばいやばいやばい、やばい当たる、いえ恐ろしい。よしよしよし、スタン取れた、スタンではないが、オッケーオッケー、よしよしよし、いいよいいよ、325527、めちゃめちゃ火力が出る、
読みした。避けていく。たまたまです。当たらない。避けた意味がない。もう一回来る。すごい距離離れちゃうね。やばいやばいやばい。待って、こんがりだから。よし、おいしょっと。危ない。よし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 。怖っ。今の当たってたら死んでたな多分、体力的に。あー恐ろしい。それ当たる？正直信じらんないのだが。大技来る。あっ怖い。そう当たるか。よし回復して回復して。逃げて逃げて、超逃げて。よしよしよし。はいはい。怖っ。よう避けられてると思わん？もっと褒めてほしい。俺はみんなにもっと褒めてほしい。死んじゃうよ。なんだ今の。謎の攻撃してくれた。よしよしよし。はいよ。いやー当たる。やばい。回復して近づいて。おい、よし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 。あぶね。なんで避けられた今。なんで避けられたが僕にも分かりません。こう当たるか。いや怖い。でけえって。頑張りすぎてカロリー切れ。回復してるねみんな。ちょっと待って。いや音もじゃ太刀打ちできないぐらい強いな。よし。いやいた。ちょっと待って。オッケーオッケー。よろしくお願いします。よろしくお願いしてんな俺。なんで。はいちょっと。オッケーオッケー。当たるかそれ。うわ奇跡で生き残りました。研ぎたいな。研げないか。さあ当たるか。研げる。さあし、オッケー。研けた研けた。ちなみに、ちなみにね、気絶耐性をマックスで積んでるから何が起きても気絶はしない。そう、それは強いね。それは強いが、回復アイテムが切れちゃった。ちょっと待って。気をつけろ。マジで大技きついわ。攻撃で防げるか。防げる。来た。よし
さあ、いけ。よしよしよし、送流可能状態になってちょっとだけひるむ。あ、よしよしよし、マジできついって。よしよしよし、でマジでいて、鬼ビマトイ。おーしよしよしよし、いいぞいいぞ。あぶね、奇跡なのよ避けられてるのは。はい、あ、弱ってる。強化方向、避けて、よしよしよし、オッケーオッケー、これはいった、これはいった。よしよし、な、2回目？おっしゃ、討伐。すぐ来るぞこれ、多分すぐ研いで一回戻るか。はい、だれ一回戻って、え、あれってあるかな、元り玉って取った、取ったっていうかあったっけ、もしかしてない可能性ある。終わったんだけど、じゃあ回復使いすぎじゃん。戻りでもない。もうダメだ。殺されるんだ。殺されます。マジで戻りでもないんだっていうか、マジで。え？クエスト情報。うわ、やば。次はヌシリオレウスかな。ああ。持ってくるしかなかったか、木戻りだわ。消えた。そしたら鬼人の粉じん、怪力の種、どこ、じゃあ来た来た来た、よしよしよし、なぜか当たんなかったけど、風圧がめんどくさい。あ、え、マジで回復どうしよう。こんがり魚でなんとかするしかない。よしよしよし、よしよしよし、いや恐ろしい、それは恐ろしい。こんがり魚、頑張れこんがり魚。こんがり魚の自動回復じゃ限界があるな、やっぱり回復薬飲んで。やばくないか、回復薬飲んで。お、なんかなぜ当たらなかったのかわからないけど当たりませんでした。よし、やばい、怖い。結構正確なんだな、その狙い。よし、確実に当ててこう。よしよしよし、避けて、はい、これもあんまり避け方がわからんな。
よし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 、オッケー。いやー怖い、恐ろしい。そんなんしたらダメよ、そんなんしたらダメ。なるほど、そうやって進む攻撃があるのね。はい、よし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 、さあ、はい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 、オッケーオッケー、攻撃に備えろ。やばい、やば、まず避けて、やばギリギリで間に合った。よし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 、ちょっと瞬き玉強化して、お供に頑張ってもらうしかない。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、死にます。お疲れ様でした。負けです。うわ怖っ、よしよしよし、今や、よしオッケーオッケーオッケー、よし行け、287511、すごい火力。痛いです、やば、気絶しないだけでもこんなに強いんだ。あっ、それが当たってたら死んでた。そんな多くね、あー、それ当たってたら死んでたわっていうのがちょっと多すぎますね。おお、なんか奇跡で避けた。降りろ、よしよしよし、やばいやばいって、降りて、いやー怖い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 、怖すぎない？え、ミスった。よし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 、いや怖い、こんがり魚、こんがり魚強っすごい、体格グレートを失ってもなおこんがり魚でしのいでます。今だ、いやーまた解かなきゃ、どっかのタイミングで。やばい、それもうどうしても当たっちゃう俺。あともう一回こんがり魚食って回復して、よしよしよし、いや、ミスった。当たんなかった、なぜか。よしよしよし、オッケーオッケー、負けないぞ。なになに、もう、あー、ぐしゃぐしゃです。いや待って、どっかでマジで解かなきゃ。攻撃に備えろ。はいはい、ありがとうよ、ひるめ、よしよしよし、オッケー。
お願いひるみ。はい、しょ。オッケーオッケー。よしよし、スタン取った。スタンしやすいのかな。弱ってる。あー、もう外した。そしてこれ当たるわ。奇跡、なぜか当たりませんでした。おいしょ。オッケーオッケー、来た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 。勝った勝った勝った。これで終わりだ。はい、おしまい。あー、おしまいじゃない。墜落した。ちょっと待って、まだ倒れない。おーしよ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 し。こんがり魚食ってまず。で、よし、剥ぎ取る。よし、一オツもなし。めちゃめちゃ調子いいんじゃない。どう、次が一番怖いんだよな、正直。よし、まあでもね、次が一番怖いなと思って雷耐性11持ってきてるんで、まあなんとかなるかなって。こんがり魚強えな。携帯食料をいただいて。俺あれか、もしかして支給品取ってきてない忘れてるのかだからなんか変だなと思ったら、そういうことか。よしよしよし、転送しといて。詩人オーガが現れた。で、怪力の種と怪力の粉塵。よし、君もでかいな。いやー、ライトニングお手、ライトニングお手、きついな。うん、いやだ。いや、マジでこれがきついぞ。なんだ、やばくないか。また旅玉強化、回復ができないからこんがり魚でカバーするほかない。食べて食べて。よしよしよし、竜風圧、竜風圧なのそれ。よしよしよし、逃げて、ライトニングお手。間違えた、まあいいや。ライトニングお手、当たらない。いや、きつい。うわ、当たるか。もう一回こんがり魚。やべ、あと2個しかない。やばいやばいやばい、マジでやばい。彼を使うしかない。ありがとういや、環境生物も最大限使ってこう。避けて、仕掛けてくるぞ。
ライトニングを手、うまいこと避けてね。はい、よしよし、やば、避けて、明確な隙がわからんから、なんかうまいこと攻撃がはめられない。今が隙、よしよし、オッケー、空中に止まるのやばいんだよ。あれ当たったら死にます。ちなみにライトニングを手、よしよしよし、なんだなんだそれは、あーそれも怖い、よしよしよし、確実に当ててこう。こうやってスタンを取れるんです、スタン取れるんです。とっておきだ、よし、オッケーオッケー、なんだやべ、超帯電状態、いい、この状態なんてもう勝ち目ないよ。ちなみによしよしよし、ありがとうよ、近寄りすぎた、こんがり魚食べて食べて、オッケー、早っ、さすが俺の男だな、やばい、強化方向、強化方向は強いぞ、あーそれ当たる、ちょっと待って、イニシエの飛躍、あともう回復手段が残りわずか、やばい、よし、やばいやばい、俺を追ってきてる、やばい、いやそれ2連続やってくるとかあるの、初めて知った、さすがに、さすがに隙だらけになる、その後はならなきゃ困るけどね。あ、これ当たらない、あ当たった、よっしゃ、よし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 、総流化の状態で振り払われちゃう、うー恐ろしいな、はいはいはい、当たれ、当たらないか、ライトニングを打て、逃げて、なんだ逃げて、わーいわーいだわ、それは、いやーそれは当たる、ちょっと待って、トグトグトグ、今のうちトグ、この後好きだから、やばい、ラストこんがり魚、ちくしょう、ちくしょう、仕方ないね、情けない、アイテム補給しよう一回、あやっぱ取ってないわあーなるほど、取り忘れてたのが痛いな、マジでこれ取ってたら絶対死んでないしなあ、いや、さあ、高火薬グレートとかも、
取ってきました、せっかくなんで。で、鬼人役グレーと、で、効果の種、鬼人の粉塵、怪力の種、ほら、さあリベンジじゃい。まだ俺は負けたわけじゃない。すごいぞ今の俺は。守備力もガン盛り状態だし、正直言ってちょっとずるいぐらいまである。やばいやばい、やばい、もう一回やる。よしよしよし、この後はだいぶと好きです。その攻撃もやばいね。よしよしよし、オッケーオッケー。あ、終わった。やばいやばい、こんがり魚食って普通に回復薬でもいいのか、別に。よしよしよし、オッケー。お、弱ってる、あと少しだったんじゃ。うわーマジか、惜しかったってことだ。あ、痛い。いや、一応回復薬飲んで、で、追っかけてくるやつを逃げて、これももう一回やる、で、これも逃げる。そしたら攻撃じゃ。おい、やばい。よしよしよし、 OK、 これで終わり。さあこれで終わりよ。 なんでこれがいつも当たる。よっしゃー、お供が倒したっぽい気がするけど、ちょっと待って、何をしてる俺は。しゃー、これでよし。じゃあモンスターハンターライズ、完全にクリアでございます。やることはねもうほとんどないですね。何を目標にして遊ぶことはもう本当にないかな。あれじゃない、なんだ、最大金冠とか最小金冠とかになってくるんじゃないかな。これ以上は、これ以上何かで遊ぶってなると、それぐらい完全にやり込んだ証。集会所最終クリアしました。来た、もう何もないかな。残裂の実とか、残裂の実とか結構なくなるからね。2000個持ってるけどさ、もう速攻で2000個なくなる。よし、弾出た、火竜の攻撃いいね。金の卵出るんだ、ルビ現地めっちゃ出るじゃんやば、よし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 、オッケー、来た。一落としたとしても2万円もくれる。新安霊聖樹の飾り戦士勲章を獲得しました。来た、集会所すべてクリアしたよっていう証でしょあれ多分。見ようぜそれ。お待ちしておりました。完全クリアしました集会所。よっしゃ、来た。
カムラの里集会所前、誰かが話したがってる。いつもありがとう。違う、お食事券くれるやつだ。これはこれもあれだな、いつもお供チケットくれるやつだな。なんだよ、誰も祝ってくれねえじゃねえかよ、おい。いつもの会話しかしねえこいつら、悲しい。でも来たでしょう、これこれか。黒閃鏡で最難関クエストを制し、カリドの極地に、近づいた証、主との連戦が描かれた飾りセンス、素晴らしい。そしてこれが、多くの集会所上位クエストをクリアした証、ギルドから贈られる記念品、素晴らしい。この2つが、集会所を完全クリアした、証でございますね、おそらく。素晴らしい、よかった。めちゃめちゃ大変だった。全然勲章が集まってないじゃん、こんなにやったのに。おかしくねえか。おかしいよな、こんなスカスカじゃん。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。モンスターハンターライズは、とりあえずこれで一旦終わりです。アップデートが来るまではね、多分当分やらないかな、と思います。いやーでも楽しかった、モンハンライズ。ここ最近で一番やり込んだかもな、ゲームで。モンハンもさ、なんだかんだ最後までやらないみたいなのが多かったんだけど、俺これはずっとやってたね。めちゃめちゃ長く遊べる、まだ遊びたいまであるもん。まだ全然遊びたいまであるけど、まあやることないしなみたいな。ちょっと何か新しいアップデートとかが来たら、もしかしたらまたやるかもしれません。よし、じゃあね、今日この辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。またね、別の動画とかね、配信とかも、続けていきたいと思いますので、そちらでまた会いましょう。それではまた皆さん、ごきげんよう。